このままお願いいたします。今回、芥川賞という本当に大きな賞をいただいたとき、私の胸に最初にあったのは、本当にいいんだろうかという気持ちでした。すごく素直に言うなら、そういう気持ちでした。自分の中では、まだまだ、という自覚があり、すごく2作目に対しては悔しい思いも持っています。3作目の原稿は私にとってもっと一生にとっても大事なものになると思います。だからその編集さんやお世話になった方、こうして後押ししてくださった芥川賞の選考委員の方々もそうですし、本を読んでくださる方々に早く届けたい、その一心です。最初デビュー作、一番過去に頑張ったのはデビュー作を書く前というか、投稿時代にデビュー作を書いた時が本当にものすごく頑張って、ちょっと無理をして体半分壊してそうなぐらい頑張ったんですけれども、でそれ以降もずっと何でしょうね、仕事が途切れずにいただけたってことが本当に本当に私にとってはもう何よりもありがたくって、おかげで専業として16年もやってこれたっていうのはすごく嬉しく、ありがたく、あと自分の中で唯一誇れる点ですので、そのことを本当に改めてここにいらっしゃる編集書士に改めてお礼を申し上げたいと思います。